2013年11月18日、福島第一原子力発電所4号機の使用済み燃料プールから燃料取り出し作業を開始しました。この作業は使用済み燃料プールに収められている燃料をキャスクという輸送容器に収め、共用プールへ移送していきます。作業にあたっては人への安全、周辺環境への影響に十分配慮して進めてまいります。今後30年から40年かけて行っていく福島第一原子力発電所の廃炉作業は大きな一歩を踏み出したことになります。まず使用済み燃料プールに燃料を輸送するキャスクと呼ばれる容器を沈めていきます。次に新しく設置した燃料取扱機を使って燃料を1体ずつおよそ毎秒1センチメートルの速度で慎重に吊り上げ、キャスクの中に収納していきます。今回の作業では燃料とラックの隙間に小さな瓦礫が入り込んでいる可能性があります。このため一つ一つの工程を水中カメラや計測器で確認しながら慎重に作業を進めていきます。この燃料の移動はすべて放射線の遮蔽効果のある水中で行うため、周辺の放射線量の上昇はありません。吊り上げの際、異常な重さを感じたときはセンサーにより自動停止する機能があり、安全にも十分配慮しながら作業を進めていきます。22体の燃料を収納したキャスクはクレーンを使って地上のトレーラーまで吊り下ろします。キャスクを吊り下ろすワイヤーは二重構造となっており、片方のワイヤーだけでも十分安全に吊り上げ下げできる能力がありますので、万が一一方のワイヤーが切れたとしてもキャスクが落下することはありません。別建物に運ばれたキャスクから燃料を取り出し、共用プール内に保管します。これまで1200回以上繰り返されてきた十分に経験があるオペレーションです。さらに今回のためにオペレーターたちは新たに燃料取扱機やクレーンを使用しての特別プログラムを受講し、十分な準備や訓練を重ねてきました。また社外専門家であり元米国原子力規制委員会のレイク・バレット氏や国際廃炉研究開発機構の助言機関である国際エキスパートグループなどの第三者による確認もいただいております。安全にかつ着実に作業を進め、1533体すべての燃料の移送を2014年末までに完了することを目指していきます。